おはようございます。7月29日木曜日の東京インフォメーションです。保育士の資格を持つ人などを対象にした就職支援研修相談会と就職支援セミナー保育実習が開催されます。これは保育士の資格を持ちながらしばらく勤務していなかった人や働いたことがない人などが安心して保育施設で活躍できるよう支援するものです。保育士就職支援研修就職相談会は近い将来保育の現場で働きたい人が対象です。今求められる保育士像や就職に向けての心構え、地域の保育施設との就職相談などがあります。就職支援研修はオンラインでの実施で、就職相談会は対面方式オンライン相談を予定。保育士資格がなくても参加できます。保育人材コーディネーターによる個別就職相談もあります。保育士就職支援セミナー保育実習は、もう一度保育の勉強から始めたい人向けで、保育の専門知識や保護者支援などについて学ぶことができ、希望者には保育現場実習もあります。こちらは対面コースとオンラインコースから選ぶことができます。いずれも受講料は無料です。詳しくは東京都保育人材保育所支援センターのホームページをご覧ください。東京都は東京金融庁 ESG 投資部門の事業者を募集しています。東京金融庁は国際金融都市東京構想の取り組みの一つとして2018年に創設された賞で、金融イノベーション部門と ESG 投資部門の2つの部門賞があります。 ESG 投資部門は環境、社会、ガバナンスのテーマに合致した ESG 投資の普及活動を実践する金融事業者及び SDGs 経営の取り組みを実践する事業者を募集します。テーマは ESG 投資カテゴリーが環境分野の気候変動、自然資源、環境市場機会など、社会分野の人的資本、健康と安全、人権、事業運営に関わる他者への配慮、そしてガバナンス分野のコーポレートガバナンス、企業行動などの8つと、国連が推奨している SDGs の17ゴールです。応募は9月28日火曜日までに東京金融庁のホームページから行ってください。詳しくはホームページをご覧ください。高校生などを対象とした起業家養成プログラムとプログラムのキックオフイベントの参加者を募集しています。高校生起業家プログラム起業スタートダッシュは、起業家の裾野をこれまで以上に広げるため今年度から始まる事業です。この事業を始めるにあたって行われるのがキックオフイベントです。開催は来月24日火曜日午後1時から3時、Zoom と YouTube によるライブ配信で行われます。基調講演、僕はミドリムシで世界を救うことを決めましたや、パネルディスカッション、聞いてみよう高校生起業家の本音、高校生意識調査、プログラムの概要、今後のスケジュール説明、さらに小池知事のビデオメッセージもあります。参加対象は高等学校、高等専門学校、または高等専修学校に在籍している人、保護者、学校関係者などどなたでも参加できます。参加を希望する人は高校生起業家養成プログラムのホームページ、起業スタートダッシュからお申し込みください。締め切りは来月19日木曜日の正午です。上野動物園からのお知らせです。上野動物園では絶滅危惧種であり、国の天然記念物である日本ライチョウが孵化しました。今回は人工授精による受精卵の孵化で、日本ライチョウでは日本で初の成功例です。上野動物園では今後注意深く飼育及び観察をしたいとし、ヒナの状況は随時ウェブサイトで案内するということです。また上野動物園の入園には整理券の事前予約が必要です。整理券の事前予約は毎週土曜日午前9時から、翌週の土曜日からその次の金曜日までの受付を開始しています。多摩動物公園、葛西臨海水族園、井の頭自然文化園も同様に整理券の事前予約が必要です。詳しくはホームページ東京ズーネットをご覧ください。ここまで東京インフォメーションでした。